やあ、刹那圭介だよ。今回もやっていきます。心の心続きから。前回変なとこで切ったんはなんかここに入った瞬間会話のイベントが長く続きそうだったんでね、ここで切らなまずいぞみたいな長くなってしまうぞみたいなパート1が思ったんで、あんな変な切り方になってしまいました。すみません。というわけでこっから先長そうなイベントだったんでね、ここほら見イベントが始まる。わあ、大きくて綺麗な大樹だね。これも心のどっちの心のこれ漢字やけん精神の方かな。心の風景の一部なのかな。そうだと思いますけど、何を表しているんでしょうね。それは心の大樹と呼ばれる幹、人の心の中にある感情を表しているんだよ。一応おじいさんの声でやってみるけど、全然おじいさんじゃないそういうところがめっちゃ若いお姉ちゃんというか女の子だった。かわいい。はじめまして、あなたたちが心とシーサだね。僕の名前はセラって言うんだ、よろしくね。僕っ子だった。どうも、はじめまして。あなた、私たちのことを知っているの？もちろんさ。そっちの不愛想な女の子は心。この世界そのものである心の持ち主。そしてそっちのツインテールの子はシリサ。心の大事な大事な友達だよね。大事な大事なって、そんなに繰り返さなくてもいいです。ふふ、照れちゃって、かわいいなぁ。なんだか似たような波長の子だけど、あなた一体何者なの？僕はそうだね。この心の管理人かな？管理人？なんかすごいな。心の中に管理人とかおるんじゃ。何を管理してるんだ？ちょっと俺の弱みまで管理されとったら怖いぞ、これ。心を維持するためにいろいろと心のケアをするんだよ。する人だよ。心のケア？そう、心ってのはね、目に見えない分いろいろと傷つきやすい。そして一旦傷つくとどこが傷ついたのかなかなか見つかりにくいんだ。そんな心の傷を記憶や感情を読み取ってケアするのが僕のお仕事なの。簡単に言うと心のお医者さんだね。ここに来るまでにいた人たちも僕と同じだよ。管理人めっちゃおるやんそれは心やけんな。一人じゃ管理しきれんだろうけど、めっちゃ多いな。へえ、心って随分と便利にできてるんだね。やっぱりここに来てよかったよ。なんだか勝手に心の中を見られた挙句、自分の知らないところでいろいろと起きてるんですが、本当やでこれなんかすごい複雑なことが起きたんやな。というよりもケアとか別に私には必要ありません。ふふふ、そういうわけにはいかないのよ。これを見てくれるかな。大事か。この心の大事はね、その人の感情によって形や色が変わるんだ。ほう。落ち着いているときは桜のような葉と色に、少し悩んでいるときはアジサイに近いかな。喜びのときはひまわりみたいなのが多くて、寂しいときはイチョウの色になる。私は別に寂しくなったりしてなんてしてません。ふふ、そうだといいね。それじゃあこの色と形のときはどんな感情なの？この色はね、深い悲しみの色。そして少しだけど怒りがにじみ出ている、そんな感情を表している。ん？結構繊細やな。悲しみの色、心外です。私は別に悲しくなんてありません。それに怒りって何ですか？どこにそんな様子があるのかさっぱりですよ。でもね、そういう感情は自分では分からないものだよ。むしろ
気づきたくないからこそ感情を押し込めるってこともよくあるんだ。すっごい哲学みたいなことを言い出した。そんなこと、ということは今心は悲しんでるってこと？それもちょっと怒りが湧き出るぐらい？そうだね、本人が気づかないぐらい些細なことが原因みたいだし、私の心が傷ついてるなんてそんなの見てられないよ。心が傷つくってのは私が傷つくのと一緒なの。だから心の傷は私が癒してあげる。だから私のとか言うのはやめてください。ふふふ、そんなこと言ってちょっと喜んでるでしょ僕にはわかるんだから。セラ、とりあえず心の悲しみは私に任せておきなさい。というよりも私が何とかするから今日くらいはあなたのお仕事はお休みでいいわよなんかすごい上から目線なんですけど。それに対して管理人さん、ふふ、そう言ってくれるなら遠慮なく任せておかな。結構のんびりしてる結構ルーズな人だった。仕事に対してルーズな人だった。そんなんが社会で許されると思うなまた私に許可なく勝手に、まったく。とりあえず心のケアをするとして一体何から始めればいいのかな。そうだね、まずはそれから教えようか。おう、この世界での生き方っていうのを教えてくれるのかい？見ててちょうだい。ん？なんか話してる。お？え、なに？マジカルパワー、ザ・マジカルパワーですか？おう、エクセントリック。何が起こったの？急に周りが輝いてたと思ったら青い炎が現れたよ。これな、何これ？すごい綺麗です。けど、なんだかすごい不安になります。まるで自分の中の何かが丸裸にされているみたいに。そうそう。心の言ってることは正しいよ。あの炎は心の中にある感情や記憶そのもも、そのももってなんだ、そのもの丸裸にされているってのも言い得て妙だね。私の感情や記憶、記憶の中でもあの炎は特別でね、より鮮明に刻まれた記憶が呼び起こされてる。でもそれはいい記憶かもしれないし、もしかしたら悪い記憶かもしれないけどね。君たちにしてもらいたいことは、あの炎から心の記憶をたどること。そしてその先には心が深い悲しみを負った何かの記憶があるはずだよ。それを見つけてさえくれれば、あとは僕が何とかするから。それじゃあとりあえずは任せたよ。っていうわけらしい。相変わらず目にも開けない。あの炎の先に心の記憶がある。その先に大樹がこんな悲しい色をつけた過去があるはずだよ。過去に飛んでいくみたいな。なんか心ちゃんに関してはさ、からしてみたら自分の心の子を見に行かなあかんっていう、すごい複雑な気分でしょうな。なんだかすごい温かい気持ちが伝わってきます。おお、自分の心なのに温かいとか、おお、ずっと一緒にいたくなるような温かくて優しい気持ちが、なるほどな、心ちゃんの心がなんか炎として具現化したみたいな感じかな。この記憶をたどってみますか？もちろん。こういう運が後になってどんどん増えていくんだろうか。お、ここはシリサさんの部屋ですね。そうみたいだね。例の装置がまだないから過去なんだろうけど、とりあえずどうすれば。って心、なんだか体が透けてるよ。え、ああ本当ですね。ものの見事に体が透けてます。というかシリサさんも透けてますよ。後ろの壁までくっきりと見えますね。いやまあ心はあまり驚かないんだね。なんだか私だけ驚いて寂しいな。なんか面白い。普段のシーサさんの発明の方が、この何倍も驚きますよ。
確かにそうかもしれん。でか、シリサさん、これ作り出したあなたでしょって感じやな。心の中のまでの研究はしてないか。シリサさんもそうじゃないんですか。自分の発明は結果が分かってて作ってるからそんなに驚いたりはしてないよ。もう天才の言葉やもんな。もう結果を分かっとって作るとか、天才以外の何者でもないやん。体が透けるだなんて予想もしなかったな。そんなもんなんですかね。とりあえずここにいても仕方がないです。まずは上に上がりましょうか。ここが過去なら、過去の世界ならば、私たちを探せばおのずと記憶が見つかるでしょう。ん、そうだね、それが一番早そうだということらしい。これもう一回触ったらどうなる。あ、広場に戻るんやな。まあ戻らんでいいだろう。だとりあえずここをセーブポイント、セーブー。言っとくけどこれ戦闘あるからね。 RPG として当然といえば当然かもしれんけど、まあその戦闘の内容がちょっと独特なんですけど、このペースでいったらなかなか戦闘にありつけそうじゃないよな。結構話が多いから。お、開いた。お、心じゃん。いつの間に上に上がってたの。シーサさん、私はここにいます。もう一人の心ちゃんやな、これ。そっちは多分過去の私ですね。ああ、そういうことか。こっちは過去の心ってわけね。過去の心、過去心、過去心。何ギャグ言ってんの。何バカなことを言ってるんですか。それよりもまずいんじゃないですか。過去の自分と出会うって何かよからぬ結果をもたらしそうですけど、な、そういうやつようあるよな、なんか映画とかそういうんで。ん、あいたた。今何かにぶつかったような。見えてないんやな。スケトルっていうのはなんか心に入った人間同士の話で、なんかにぶつかったぐらいの、触れるんやけど見えんのやな、一応は。見えてない。気のせいですかね。まあ、たけも、シーサさんってどこに行ったんですか。どうやら過去の人たちには私たちの姿は見えていないようですね。そうみたいね。まあそれならやりやすくていいよ。とりあえず過去心は見つけたし、次は昔リサを探しましょう。なんかこの子うまいぞ、昔リサって。なんか昆虫の名前にありそうやな。私の家にいないってことはどこかに出かけてるのかな、昔リサって。ああ、昔のシーサさんってことですか。またきも、シーサさんったらどこに行ったんですか。あ、今の心のセリフ、過去心のセリフと全く同じだ。え、そうでしたか。確かにそんなこと言おったな。特に何も意識したつもりないんですけどね。ふふふ、なんだか面白いな。早く昔シーサにも会いたいよ。まったくもう相変わらず無駄にポジティブなんですから。お、なんだなんだなんだな、なに、あの光はよくわかりませんが、いい展開ではなさそうですよ。な、なに、なんなの。シエサさん、危ない。え、戦闘来るか。心、心、しっかりして。え、何？よかった。心、どこか痛いところはない？ちゃんと立てる？シーサさん、いえ、特に痛いとこは。あれ？どうしたの？やっぱりどこか痛むの？私、どうしてこんなこと、こんなとこにいるんでしたっけ？え？記憶がなくなった。何を言っているの？心の傷を癒すために記憶を辿ってきたんでしょ？それでなんだかよくわからない光に襲われて。で、大丈夫？心の傷？光に襲われた？すいません、
なんだかよく覚えていません。え、記憶喪失ってこと？ちょっと大丈夫なの？私のことは覚えているよね。ええ、覚えていますよ。ん？シーサさんでしょ？私の、え、なんで？シーサさんはシーサさんで、私の、ん？心、落ち着いて。私の、なんでわからないんですか。心、落ち着いて。とりあえず、セラのところに戻ろう。いや、どうして。なんかよくわからん展開になったけど。え、あ、過去心がおる。とりあえず今回はここにセーブ。ここでセーブしておいて。はい。というわけで今回は、なんか謎が起きたみたいで、謎の光に包まれて、心が、なんかよくわからん精神状態に。こういうゲームなんか。よくわからんけど、とりあえず続いていきます。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。